難読漢字、簡単には読めない漢字問題が全部で20問あります。では始めましょう。第1問、この漢字何と読む？正解は造形。その分野についての広く深い知識や理解、また優れた技量のことです。第2問、この漢字何と読むでしょう？正解は月決め。1ヶ月を単位として契約などを決めることです。第3問、これ何と読む？正解はガス。燃料用の気体です。第4問、これ何と読むでしょう？正解はひさご。ひょうたん、ゆうがお、とうがんなどの総称です。第5問、この漢字何と読むでしょう？正解はかみしも。江戸時代の武士の忠霊服です。第6問、この漢字何と読む？正解は災難。苦しめ、悩ます、いじめるということです。第7問、この漢字何と読む？正解は虫。一般的には刑事における神物や上等品に添える飾りです。第8問、これ何と読む？正解はエナ。胎児を包んでいた膜や胎盤などのことです。第9問、これ何と読むでしょう？正解は滑覆。体つきや様子のことです。第10問、この漢字何と読むでしょう？正解は酒き。江戸時代以前の日本に見られた成人男性の前頭部から頭頂部にかけての髪を剃り上げた部分です。第11問、この漢字何と読むでしょう？正解はのれん。店先あるいは部屋の境界に日よけや目隠しなどのために吊り下げる布です。第12問、この漢字何と読む？正解はすさむ。やけを起こして荒れることです。
第13問。この漢字何と読む？正解は仮装め。その場限りの間に合わせであることです。第14問。これ何と読むでしょう？正解はひとしお。ひときわ一層という意味です。第15問。この漢字何と読むでしょう？正解はあがなう。買い求めるということです。第16問。この漢字何と読む？正解は老い。修行するときに仏像をはじめとしてお札など修行に必要なものを納め背負う箱のことです。第17問。この漢字何と読む？正解はやしゃ。顔形が恐ろしく性質が猛悪なインドの鬼人です。第18問。この漢字何と読む？正解は慌てる。不用意なために平静さを失いまごまごすることです。第19問。この漢字何と読む？正解は上司。図書を出版することです。第20問。最後の問題です。この漢字何と読む？正解は脆弱。身体、組織、器物などがもろくて弱いことです。